used to get sad, let you get under. はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の1月7日の土曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日がですね、1月の7日ということですから、今年はですね、1月の1日が日曜日だったので、今日1月7日の土曜日ということで、ちょうど1週間が経過したところになりますね。で、今日はですね、朝から結構太陽が出ていますけれど、当初年末ぐらいの、天気予報では、今日1月7日の土曜日はですね、雨という予報に、雨が降ったり、雨が降るというような予報にもなってましたけれども、ここ最近のですね、天気予報で少し修正がかかって、今日は、東京あたりは結構ですね、まあ、曇りがちではあるものの、太陽が顔を出すということで、今の時点ではですね、結構太陽が出てますけれど、これから少し雲が出てくるかもしれません。で、今日明日でですね、この1月7日8日で、東京のですね、渋谷駅の山手線のホームが、今2つになって、この内回りと外回りで2つこのホームがあるわけですけれども、それがですね、こう内回り外回りを1つのホームにするという工事になるようで、今日明日ですね、基本的に大崎から、渋谷を含めた、どちらか内回りだったか外回りだったかはですね、基本的に運休をするということで、反対側の山手線とですね、それから、湘南新宿ライナーなどを使ってこう回避するようにというような報道がですね、年末あたりからしっかりと流されているので、まあ、間違える人はいないと思いますけれども、この渋谷駅がですね、またどのように渋谷駅の山手線のホームがどのように変わるのか、非常に楽しみだなというふうに思うので、また近々その周辺ですね、散歩に行くなり通りかかるときに、新しくまた生まれ変わる渋谷駅をですね、しっかりと記録に残してみたいなというふうに思います。ということで、今日もまずはですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 25,973円85銭、25,973円85銭ということで、おとといに比べるとプラス153円05銭、プラス153円05銭ということで、若干 26,000円台には届かずに終わったというところですね。で、円ドル相場については1ドル134円24銭から26銭、1ドル134円24銭から26銭ということで、おとといに比べるとまたまたですね、1円76銭安1円76銭安ということで、当初ですね、130円ぐらいで始まった今年の、為替市場ですけれども、それがまた円安が進んで134円台に入って、昨日は取引を終えたということのようですね。で、今日ですね、音読の題材に取り上げたい一つ目の記事については、昨日まで社説がですね、二段ぶち抜きで一つのテーマだったものがですね、今日からまた二つ、まあ今日などは二つに分かれているので、この二つともですね、音読の題材に取り上げていきたいなと思いますけれども、一つ目の社説のタイトルがですね、中国は深刻なコロナ感染実態の開示をということで、まあ、いつまで経っても中国と、それからコロナウイルスの話題ということになりますけれども、まあ、音読の題材としてはですね、この2023年、令和5年の始まりをがですね、どのような年だったかということを読み解く上でも、しっかりとですね、この社説から学ばせてもらいたいなと思います。中国は深刻なコロナ感染実態の開示を。中国が新型コロナウイルス感染症を厳格に抑え込むゼロコロナ政策を一足飛びに放棄したことで、患者、死者の数が未曾有の規模に達している。感染実態が不透明なまま出国制限も緩和するため、各国とも独自の水際対策を迫られている。中国政府には世界的な混乱を抑えるため、まず国内の正確なデータを開示する義務がある。岸田文雄首相は1月8日から中国からの渡航者に陰性証明の提示を義務付けると表明。3年前、最初に新型コロナ感染症が見つかった中国からの入国者の感染が問題化し、東京五輪1年延期など日本経済は大打撃を受けた。すでに世界各地で中国からの渡航者の陽性率が高いという報告も出ている。一連の教訓を踏まえれば、現時点での日本政府の判断は妥当だ。
世界保健機関 WHO のテドロス事務局長も中国での感染が非常に多くなる一方、包括的データが出てこないため各自が自国民を守るのに必要と信じる措置を取るのは理解できると語った。中国が実態を正確に開示しない以上厳しい措置はやむを得ない。中国外務省の報道官は各国の防疫措置は科学的で適度であるべきだと日本の措置などに反発している。この言動には納得できない。科学的に対処しようにも中国自身が正確なデータを公開していないのである。 WHO の担当者は新型コロナが原因の死亡と認定するのに呼吸器系不全を要因としているのは定義が狭すぎると述べ、中国による実態の過小報告を問題視した。死亡ばかりではなく中国内の感染動向まで不明なのは行政の責任放棄に等しい。これでは中国に事業所や工場を持つ外資系企業も安心してビジネスを展開できない。それは厳しい状況にある中国経済のさらなる下押し要因になりうる。14億人の人口を持つ中国の感染状況はパンデミック、世界的大流行収束の時期を左右する。それは今後の世界経済の行方にも大きく関係する。中国は WHO など国際機関による現地調査などを受け入れるべきだ。同時にデータを積極開示しながら国際的な共同研究にも踏み出す必要がある。中国は2020年1月、湖北省武漢市での最初の感染症蔓延を隠蔽した。そのことで世界各国の対応が後手に回ってしまった教訓を今度こそ生かすべきだ。という締めくくりになってますけれども、本当に中国とですね、このコロナ、新型コロナウイルスの話題がまだまだ2023年に入ってもですね、全然衰えるどころか、また感染者数が増えているというような見立てもあってですね、なかなか本当にどのようになっていくのかということにもなりますし、また逆にですね、中国が、まあ、こう何回か音読の題材でもですね取り上げているように、中国人の方が観光旅行をしてくれないとですね世界経済も回らないしということで、本当にですねアクセルとブレーキをどのように踏んだらいいのかということがなかなか見えてこない2023年の始まりだということが、こういう記事からもよくわかるんじゃないかなと思います。そしてですね、2つ目の音読の題材についてはですね、交通事故をより減らすためにという2つ目の社説となりますけれども、交通事故による死者数がまたですね、昨年は今までよりも減少傾向にあるということを報告してくれてもいるし、まあ、ただ今のところですね、人の流れも以前に比べれば少ない状態のままなので、まだまだ気を抜くわけにはいかないというふうにも教えてくれている記事となっているので、これを2つ目の音読の題材に取り上げておきたいなと思います。交通事故をより減らすために。警察庁によると、2022年の交通事故死者数は2021年比26人減の2610人となり、統計が残る1948年以降の最少を6年連続で更新した。事故件数と負傷者数も前の年を下回った。さまざまな事故防止策の成果といえるが、なお多くの人が命を落とす現状は軽視できない。2023年に入っても福島県で1月2日、4人が亡くなる事故が起きた。安全対策の手を緩めてはならない。自動ブレーキなど車両の安全装備強化や安全意識の高まりを背景に、交通事故は減少傾向が続く。この3年間で見れば、新型コロナウイルスによる移動自粛も要因の一つとみられる。ただこれから人や物の行き来が活発になれば、事故のリスクは増していく。一人一人のドライバーだけでなく、観光や物流などに関わる企業も安全対策を徹底してほしい。死者の 56% が65歳以上だった。過去のデータによると歩行中の事故が最も多いという。歩行者、ドライバー双方に交通法規の遵守や慎重な行動を促すとともに、危険箇所の点検や歩行者に優しい道路、インフラの整備も重要だ。こうした取り組みは高齢者と同様の交通弱者である子どもの安全にもつながる。4月には改正道路交通法が施行され、特定の条件下で運転手を不要とする自動運転のレベル4が実用化する。過疎地などで自動運転バスの導入が広がれば、運転に不安を持つ高齢者が免許を返納しやすくなることが期待できる。合わせて自転車乗車時のヘルメット義務化も始まる。
ヘルメットを着用していて事故に遭った際の致死率は、未着用時の半分以下との分析もある。努力義務ではあるものの、命を守る手段として着用を心がけてほしい。政府は2025年までに年間死者数を2000人以下にする目標を掲げている。新しい技術の導入やルール整備など多面的な対策を進めて、この目標を大幅に下回る水準を目指したいということですから、昨年がですね2610人ということで、2025年までにということなんで、まあ、あと 2,3 年のうちに、この後ですね600人以上を減らしていきたいという目標だということだそうですけれども、このままの状態でまた運転技術やですね、それから、まあ、運転技術というか車の運転支援技術などが高くなってくれば、不可能な数字ではないんじゃないかなというふうに思ったりもしますし、私たちがですね免許取った頃は本当に年間1万人を超す人数の方々がですね事故で命を落とされていた頃に比べれば、本当に4分の1程度まで下がってきてはいるので、まあ、もちろんですねそのとはいえ、2600人ほどの方がですね亡くなっているということは、一人一人の方にはそれぞれ家族がいて悲しい思いをされている方がですねまだまだたくさんいるということなので、少しでも早いペースでですね、この交通事故による死者の方はもちろんのこと、交通事故そのものが少なくなっていくということをですね期待したいなというふうに思いますね。まあ、本当に車の運転技術と私たちの運転、道路交通に関する意識の高まりというものをですね、ますます強く高くしていきたいなというふうに思います。で、3つ目の音読の題材としてはですね、昨日セスというですね家電見本市場でソニーグループとホンダがですね一緒に連携をして作った車がですね展示されたというようなことを取り上げましたけれども、それを受けてですねまたこのソニーグループの吉田健一郎会長兼社長にインタビューなどを日本経済新聞社が行ったという記事がですねまとめられていたので、これを3つ目の音読の題材に取り上げてみたいなと思います。ソニーグループ会長兼社長の吉田健一郎さんに聞くですね、仮想空間、車にゲーム技術などでですね、アバターでサッカー試合などを再現することもできるような、まあ、そして、まあ、そういう技術を持って車のエンタメ化に役立てていくというような内容となっています。ソニーグループの吉田健一郎会長兼社長は1月5日、今後注力するメタバース、仮想空間やモビリティにゲーム技術を使ったリアルタイムなエンタメが広がると語った。電気自動車 EV が電気自動車 EV が人間に感情を伝える機能の開発を進めることなどで、ゲームの技術を活用して人とモビリティとのコミュニケーションにも挑戦したいと述べられた。ソニーグループは1月5日に米国のラスベガスで開幕したテクノロジー見本市セスに出展。吉田健一郎氏がですね現地で日本経済新聞社の取材に応じられたということで、セスでは体の動きを捉えてデジタルコンテンツにするセンサーも披露されたということです。吉田氏はメタバースの役割について、ゲームを遊ぶだけでなくコンテンツの視聴や世界とのコミュニケーションに役立てると説明。その上でゲーム技術がコンテンツを作る際に重要になっていると、ソニーが注力するサービスの根幹をゲーム技術が担うことを強調。メタバースの仮想空間の構築には画像センサーで再現社会、画像センサーで現実社会を認識する技術が重要になると。ソニーはスマホのカメラや車載センサーなどに使われる CMOS というんですかね、総補正金属酸化膜半導体と呼ばれるですね画像センサーで世界首位となっている。ソニーの画像センサーは演算用のロジック半導体を台湾石体電路製造 TSMC と呼ばれる企業などにですね大半を外部の半導体メーカーから調達している。その一方で画像を作る根幹の画素部分の半導体は国内の工場で自社生産している。製造業では工場を自ら持たないファブレスが潮流とされているが、設計だけでなく自社で生産まで手掛ける重要性は大きいと語った。吉田氏はモビリティでもゲームを活用する方針を示した。ホンダとの共同出資会社ソニーホンダモビリティが2026年に北米で納車を始める電気自動車 EV の新ブランドアフィーラをセスで発表。
米国のゲーム大手のエピックゲームズと協業をして、社内でゲームなどを楽しめるような開発を進める。アフィーラには EV があたかも感情を持つように光で人間に親近感を与えるメディアバーという機能を導入する予定。車そのものと人間が交流する仕組みを想定しているとみられる。 EV の量産には莫大な投資が必要だが、巨額の投資をイメージしていないと述べられ、 EV の生産はホンダに委託をして、アフィーラは高価格帯の少量生産となる見込みだということで、2025年に受注を開始して2026年にはですね、北米ですからアメリカなどで納車をしていく計画ということで、あと 2,3 年のうちにですね、このソニー、ホンダモビリティが開発をされた車が実際に走るという光景を目にすることもできるようになってくるだろうし、その中で本当にアバターみたいな技術とですね、車がどのように一体化していくのか、そして本当にモビリティと人間が光で交流するというのはどういうことなのかということをですね、今から本当に楽しみだなと思いますし、こういう先の先の先を行くようなですね、企業との真似はなかなか私たちの小さな仕事ではできませんけれども、こういうところのチャレンジ精神ですとか、何かヒントをですね、少しでも得て私たちの小さな仕事に生かしていきたいなというふうに思います。ということで今日はですね、2023年令和5年の1月7日の土曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。